で引き止めてくれなかったんですか。いや、それはその。わかりました、僕が説得します。頼むわ。はい、もしもし。僕とはただの遊びだったんですか。あ、もう僕の体には飽きたってことですか。何のこと。先輩、落ち着いて聞いてください。実は僕のお腹には先輩との愛の証が宿ってるんです。お前な、可愛いベイビーに会いたいと思わないんですか、ゆうき先輩。無理でした。